皆さんこんにちは、草野チャンネルです。今日は令和5年4月18日火曜日です。今日は待ちに待った2回目の文法を動画にしました。2回目の文法なんですけども、巣箱としては1回目の文法です。文法するのかなと心配になっていた2段の巣箱、元気が良かったんで、つい、先日3段に継ぎ箱をしました。それがその後も元気が良く、今日第1回目の文法をしました。我が家としては2回目の文法ということになります。その動画を作りましたので、最後までよろしくお願いいたします。令和5年4月18日火曜日です。どうやら文法が始まったような気配です。この巣箱はまだ文法したことがありません。今年2段の巣箱だったんですが、つい最近3段にしました。元気のいい巣箱ではあります。現在1時45分、令和5年4月18日午後1時45分です。文法が始まったようです。この巣箱、初めての文法。我が家の2回目の文法です。この巣箱の前に金稜辺にたかり始めました。金稜辺に集まっているようです。この中にも入っているような感じですが、どうでしょうか。中に入ってくれるとありがたいですけど、金稜辺にいっぱい群がっております。巣門の左側の蓋が途中で外れて下に落ちております。ミツバチにとっては巣箱の中に入りやすくなっております。巣箱の中にも入っているようです。
この金稜辺にたかっているミツバチが巣箱に入ってくれるといいんですが、果たして。まだ金稜辺の方にしっかりたかっております。金稜辺の方が少し減ってきたようです。金稜辺のミツバチたちは少しずつ減ってきておりますが、壁にへばりついているミツバチの数は減っておりません。金稜辺に緑色の網をかぶせているのは、金稜辺がミツバチによって受粉をすると匂いを出さなくなる、それを防ぐために受粉させないように、ミツバチたちによって受粉をさせないように、そして匂いを出し続けるように網をかぶせております。少しずつミツバチたちの金稜辺にたかる数が減ってきておりますが、問題は、こちら巣箱の壁にくっついているハチたちですね。このハチが中に入ってくれないと困ります。以前もこのようにしてなかなか中に入らずに時間がかかったことがありました。だから金稜辺をこのように使うのはちょっと考えもののような気がします。逃がさないようにするのはいいんですが、こういう風になったらちょっと持久戦になるようです。金稜辺を取り除いてみたいと思います。はい、一つ取り除いてみました。もう一つ取り除いてみます。反対側の方にたくさんくっついております。ハケで古い落としてみます。下にも落ちております、だいぶ壁に戻ったんでしょうか。下の方から壁にくっついています。壁の方に集まっていますね。さあ、この壁のミツバチ中に入ってくれるとありがたいんですが、なかなか簡単には入らないような気がします。
さあ、スモンが少し見え始めました。少し中に入っているような気もしますが、少し壁の鉢が減ってきたような感じがします。随分壁のミツバチの数が減ったように感じます。中に入ってるんでしょうか。随分ミツバチの数が減ってきました。やはり中に入っているようですね。この様子だと案外早く入ってくれるかもしれません。思ったより持久戦にならなくて済みそうです。随分ミツバチの数が減ってきました。先ほどからすると3分の1以下になっているようです。随分中に入っているようですね。少しずつですが中に入っております。随分減ってきました。はっきり減ってきました。どんどん中に入っているようです。ここからも入っているようですね。スモンが何箇所もあります。このスモンはここのスモンは後で塞いでおきたいと思います。あまりたくさんあるのはよくありません。まあ取り込むときには役に立ったようです。どんどん入っています。だんだん減ってきました。はい、もうほとんど壁にはいません。あと何匹かありますが、まあ、時間の問題です。どうもほとんど入ってしまったようですね。今回は金量片を使って取り込みしましたけども、こういう取り込みをしたのは多分今までで初めてだと思います。もちろん金量片を使った取り込みは他にもありましたけども、こんな形は初めてです。持久戦になるかと思いましたけども、思いのほか、スムーズに入ってくれました。あと中の様子を見て確かに入っていることを確認したいと思います。はい、確かに中に鉢が確認できます。はい、先ほど取り込みを終了してから取り込みを終了するまでの時間が約1時間です。割と早く取り込めたと思っております。もうすでに、出入りを始めております。一番上のスモンは塞ぎました。このままこの巣箱を夕方暗くなるまで置いておいて、暗くなったらまた所定の位置に移動して固定をさせたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。